どうもこんにちは。OpenCV のウェブアプリを作るのを続きを決めていきます今日はですね、前回の続きで、えー、名刺のところを抜き出すていうのをやりたいと思います。で、これまあ前回やったんですが、奇跡的にですね、この名刺のところだけこう輪郭抽出ができるようになったので、まあ、これをですね、えー、ここの端の4点ですね、ここと、ここと、ここと、 を取ると、取りたいというのをやり、やりたいんですけど、まあ、これをやって、で、あと台形補正をしてあげれば、えっ、ー、と、真正面から見た画像になるので、この二つですね、をやっていきたいと思います。で、こことここですね、この端っこの、この角っこの座標を取るのはどうやるんだろうなと思って、ちょっといろいろ調べたらですね、えー、ありました。えっ、ー、と、オープンシーブに実装されていて、 えっと、輪郭の特徴を取る関数ってのが結構いっぱいあるんですけど、えっ、ー、と、今回使うのはこの、えっ、ー、とね、輪郭の近似ってやつがあって、このアプロックスポリ DP ってやつで、えっ、ー、と、ここに輪郭ですね、輪郭の情報と、イプシロンっていうなんか、えぇ、ー、まあ、値みたいなやつを入れてあげて、で、最後のトゥルーはちょっとわかんないけど、まあ、これを指定してあげると、まあ、こういう、 ちょ,っとちょっと四角じゃない、えー、図形があって輪郭線を取るとこ,こをビーってこういうふうにちゃんと引かれると思うんですけど、まあ、これで、えー、この近似っていうのをやってあげると、えー、円弧のエピシロンを円誇張ですね誇張っていうのはこのアークレングスってやつで全体の長さが取れるんですけどこの赤線の長さですねこの全体足した長さ。 が取れるんですがこの長さの10%を指定してあげるとこう真四角になってくれるしちょっと少なめの1%とやってあげるとえっ、ー、とこうなんか複雑な図形ではないんですがまあ、ちょっとこう黒いところをこう認識しつつ形にしてくれるというようなものがあるのでもうこの10%くらい指定してあげるとこういう形になるらしいんでちょっとこの。 10%指定で、まさにこれなんですけど、<laughs> 10%指定でこれをやってあげるっていうのをやるといいんじゃないかということですね。まずこいつをですね、やってみます。はい。で、大急補正は前回ちらっと説明した、まあ、このやり方でできるので、ちょっとこれもね、できればやりたい。はい。ということで、刺さっていきましょう。で、えっ、ー、と、バウンティングレクトはいらないので、消しておきます。で、 えとドローする前かに、はい、ここでえっ、ー、とーえっ、ー、とねまず関数を作って、えーまあ、単純化するっていうのを作りますでえっ、ー、と引数はえっ、ー、とこれですねこいつをもらって で同じ型を返すというのを作りたいんですけどこれがですねはいえー、っとこれ D かでイプシロン CV2 でアークレングスで、はい、こいつが長さなのででこいつを返すということをしてあげるとこうなりますとでこれをよいしょあとエラー出たか はいとこうしてあげてシンプリファイを C にかけるということをしてでフィルターはいらないのでフィルターは消しておくということをしてあげればこれで全部シンプリファイがかかったものになってくれます。でリターンのエラーになるのはえっ、ー、とアプロックスポリ DP 自体に、えー、と型情報がないからニー型ですよと怒ってらっしゃるのでどうしようかな。 めんどいので、A、2にしましょうかはいまあこうしておいてあげれば大丈夫でしょうはいでちゃんとなっているのかどうかを確認したいのでここでプリントを入れて、はいとはい、こうしてあげるといいかなはいで前回はこのプリントしたやつっていうのはものすごい数の点の集合だったんですけど動きっていれば少ない点の集合になっているはずですね で、アップロードイメージ戻って、ドン。やってあげると、全然違うね。この、<laughs> このブレブレだったのが、<laughs> ビシッと、なんか一本の線になってなってますね。で、えっ、ー、と、これがいいですね。一個、二個、三個。四個の点になってるので、バッチリです。で、これが、えっ、ー、と、左上で、 えっと、X が低い。ここですね。えっ、ー、と、右、左下。左上、左下。えっ、ー、と、どっちも大きいから、右下、右上。の順番で取れてます。えっ、ー、と、左上、左下。右下、右上。はい。えっ、ー、と、これ、ちょっと覚えとかなきゃいけないんで。左下、左上。 右下、右上の順番で取れてきてるというのを覚えておきましょう。はい。これは後の布石ですね。はい。で、まあ、これで取れたので、えっ、ー、と、次行きましょう、はい。で、台形補正です。で、台形補正は変換前の4点があればどうとでもなるので、これ変換前によって P1、P2、P3、P4 っていうのが、えっ、ー、と、ここの これとこれとこれとこれになればいいはず。ということでこれをコピーして実行をかけるような形にしてあげましょう。はい。はいはい、いいかな とイメージ一回か,か。はいで、変換後、変換前の、えー、よいしょ、変換前の座標というのを指定してあげたいんですが、えー、これはですね、デストの方を見ると、こっち書いてたか。えっ、ー、と、左上、右上。 左下左下なんだよな。これがちょっとよくわかんないんで、こっちを見ると、えっ、ー、と、デストと合わせるっていうことになってるので、これを見るとですね、えっ、ー、と、00なんで、これが左上ですね。で、えっ、ー、と、幅があって0なんで、えっ、ー、と、これが右上。右上。右上合ってるよね。右上。で、えっ、ー、と、 0で高さなんで、えっ、ー、と、左、ん左上か、これ。ごめんなさい、間違えてた。左上、左下。で、右下、右上。ですね。はい。で、左上、えー、右上。で、左下、えっ、ー、と、で、これが、えっ、ー、と、右下。 という順番に変更してあげなきゃいいけななですなのででこれねこれカウンターズの0をとりあえずやればいいのでこいつを C で受けといてで、えー、と左上えっ、ー、とレフトトップが C の0番目なんですけど これよく見るとこれ全体がこの,この変数ですね。で0番目してるんでこの c ってやつがこの配列のこれになります。はい。で c の0っていうのはこれですね。なんですけどこれあの配列の中に配列が入っててそこに x と y が入ってるので、えー、と0の0っていうのを指定してあげないといけないです。 なんかよくわかんないんですけど、なんかすごいネストが深くなってるんで。で、レフトトップ、えっ、ー、と、左下なんで、えっ、ー、と、左下、えっ、ー、と、レフトボトムが C の1の0。で、左、右下なんで、ライト、えっ、ー、と、ボトムが C の1じゃなくて2の0。 でえっ、ー、とライトトップが C の3の0ということにします、まあもうここから下なんですけどあのもう1個の四角い入れ四角いあの領域が取れてる前提の構造になってるのでご注意ください、はい、まあこれでえっ、ー、とレフトトップから全部取れるのででこういう並びに変えてあげればいいと左上から左上で右上 右上は、えー、と右上で左下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 これか左下トップライトトップ左下、えー、と使ってないやつレフトボトム右下右下んレフトライト あれえっ、ー、とね待って待って <laughs> えっとレフトトップライトトップで左下レフトボトムライトボトムかはいという形ですねで左上は、えー、これでいいんですけどこの幅と高さがないので幅と高さを作りましょう幅と高さを作りますで幅と高さなんですけど 幅とと高さはどううやって出すかっていうとこれピタゴラスの定理ではですねえー、とまあ要はここからここの長さを幅ここからここの長さを高さとして見てあげればいいのでここの点とここの点もしくはここの点とここの点の長さのを距離を 出してあげれば2点間の距離っていうのはピタゴラスの定理で出ます。で、ピタゴラスの定理で2点間の距離を出すのは、えー、っと、x の差の事情プラス y の差の事情をルート取ったものになります。で、マスの sqrt ってうので、えー、っと、ルートが取れますね。で、左上、 から、えっ、ー、と、幅なんで、えっ、ー、と、左上と右上ですね。えっ、ー、と、レフトトップと、レフ、ライトトップレフトトップの0が、えク、ー、X ですね。<laughs> えっと、あ、うん、そうですね。えー、引くことの、えっ、ー、と、ライトトップの0の事情。 でなりますでこいつを足,し足すとで何と足すの、えー、とレフトトップとライトトップのこれ00は x なので y ですね y は1番目に入ってます y の、えー、事情を足すとそれをスクエアルート取ると幅になります。 で、同じことを、えっ、ーえー、と、高さにもやってあげます。高さを取るのは、えっ、ー、と、レフトトップと、えっ、ー、と、レフトボトムの同じことをやってあげればいいということですね。で、マスが今エラーになってたんですけど、これインポートが必要ですね。はい。えっ、ー、と、インポート、マス。はい、これでいいです。で、マスのインポートを押して、 でデストがでそうすると,とデストができたんで、えー、とこいつをゲットパースペクティブトランスフォームっていうので変換行列 M に変えてあげますで変換行列になったやつに対して、えー、とラップパースペクティブでイメージイメージでいいのかなイメージが全体の画像の何もなってないやつなので何もなってないイメージウィズレクトは四角が書かれちゃってるので。 ああどこ行ったイメージビ i t レクトはもう四角が書かれちゃっていてでイメージビ i t レクトっていうのは頭でイメージコピーしてるんでこのイメージが元画像ですでこのイメージを渡してあげて、えー、と幅と高さをまた指定してあげるとその幅と高さの画像っていうのができるのでこいつをこいつをイメージビ i t レクトの代わりに返す ことにすれば切り取ったとこだけ出るはず。<laughs> はい。出るはず。<laughs> ということでうまくいってほしいんだけどどうだろうか。アップロードドン。エラーになったあ、エラーになった。えー、っとねインテジャーじゃないよ。フロートだよと言って。 えっとラップパースペクティブで起こっているのでえっ、ー、と幅と高さはこいつかこいつがえっ、ー、とイントじゃなきゃいけないんですねこうかはいイントはいこれでいいとはいで変換かかったのでドンああ出たよっしゃできた はい。ということで。はい。できました。えっ、ー、と、ばっちりですね。完璧な、<laughs> 完璧な、これが、こうなると。で、他の画像も試してみましょうか。これは、できるだろう。ドン。いや、OK。他は、えっ、ー、と、これ。はい。これも、ドン。よし。ああ、うん。ちょっと変ですけど。まあ、 読むには問題ないでしょう。これをオーシャルすると、オーシャル、時間かかるか。あ、なんかエラーになっちゃった。えっ、ー、と、あ、なんかエラーになっちゃいましたけど、ちょっとこれは、これは次回見ます。えっ、ー、と、他の画像は、えっ、ー、と、これ、これは大丈夫だと思う。えっ、ー、と、これがね、多分ダメだと思うんですよ、これ。えっ、ー、と、 斜め、右上になってるやつ。右上上がり。はい。あ、やっぱね。えー、っと、こうなっちゃうので、えー、っと、今の状況だと多分この取れる順番が違くなるんですよね。これ、この場合は大丈夫かなこれだと大丈夫なんですけど、これかなこれとこれの違いですね。えー、っと、 ここから取れないとあのえっ、ー、と四角の位置指定がおかしくなるんで変になっちゃうという状況なのでまあ最終できてきた画像うんとどうしようかなえっ、ー、とさっきのあでですねこの輪郭抽出以外あこの輪郭の輪郭の近似以外にいろいろあって えっとねこれ直線のフィッティングとかもできるんで直線のフィッティングする必要ないのかなえー、っと辺が長いとこの距離あ辺が長いとこの傾きを取ってあげてえー、っとそれが右上に上がってるような形だったらちょっと別の処理を入れてあげるってことをしてあげればあに右この場合は大丈夫でこの場合がダメなんでこの時この 右上に上がってるような時は、長い辺がね、は、うんと、ちょっと下処理をしてあげると、こう、あの逆、こうはならずに、こうなってくれるはずなんで、ちょっとこの辺はちょっと調整必要なんですけど、一応ね、バシッと取れるようにはなりましたね。で、あとは、えっと、フェイスディテクションとか、あの、OCR みたいに、元画像と切り取り画像っていうふうにしたいので、 えと今ドシャっと書いてるここから下あたりかな、はい、あの0番目を取ってゴニョゴニョってやってるところを全部にやってゴニョゴ全部にこの、えー、と台形補正して切り取るみたいなことをやってかつ、えー、と四角形じゃなければそれは除くみたいなこともやらなきゃいけないんでちょっとこの辺をね何はともあれ、えー、抜,き抜き取りはできたのでちょっとねあの先が見えてきた感があります。 ということで今回は以上次回お楽しみにチャンネル登録高評価コメントお待ちしてますでは次回